ただいまご紹介預かりました NBDC の森と申します。本日の一つ目の演題、NBDC の紹介と NBDC が提供するサービスということでお話ししたいと思いますが、よいしょ。それでは内容に入っていきたいと思いますが、まずこちらに目次を出しておきました。で、今この1番目講習を始める前にということでお話ししているんですけれども、本日はこのように私の方ではスライドを使いながらさまざまなウェブツールですとかデータベースの使い方や機能のご紹介ということをしていきます。でその中で実際に手を動かしてもらう時間もございますので、そちらの方はまあ配布資料等をご覧いただきながら進めていただければと思います。で、講習会を始めるにあたってですね、まず今回の資料掲載の場所というものをご案内いたします。で、そうか、今日基本的にブラウザを立ち上げていただいてネット上のいろいろなリソースですとかツールを使っていくことになります。ですのでもしもまだ開いていない方はですね、おそらく Chrome が入っているかなというふうに思いますので、ちょっとブラウザの方を立ち上げておいていただければと思います。で、もうすでに立ち上がっている方、それからうまく立ち上がったという方、その中で NBDC、それから AJAX 終わりで検索していただくとおそらく講習会のページが開くのではないかなと思います。でその中で講習資料はこちらのサイトをご覧くださいというふうにリンクが貼ってありますので、そちらの方からこの資料掲載ページに飛んでいただければなと思うんですが、もっと簡単には moddb というのはこのサイトの名前なんですけれども、この画面の左上に出てますけど、moddb で AJAX64 かなんかの2つのキーワードで検索していただくと、おそらくこの資料置き場に直接、出てくるんじゃないかなというふうに思います。こちらのページですね、本日それから、明日使用する講習会のプログラムおよび資料が掲載されておりますので、講習会を通じて、一つこれはウィンドウなりタブなりで開いておいていただけるといいかなというふうに思います。この先いろいろとご紹介しますけれども、その時に新しいタブなりウィンドウなりを開いて作業していただけるとスムーズかなというふうに思います。そして皆さん大体もうブラウザを開いてこちらの講習会の資料置き場についてはご覧いただけたでしょうか。それではいよいよ内容に入っていきたいと思います。でまずはじめにですね、今回の講習会を含めて私たち NBDC が実施している事業についてご紹介したいと思います。で NBDC はですね、ライフサイエンス分野のデータベースを統合することを目的として事業を行っております。でこれまでの取り組みにつきまして簡単にご紹介したいと思います。この図は本日お配りした NBDC のパンフレットの裏面にも掲載してあります。で我々がどういう経緯でどういった事業を行っているかといいますと、そもそも遡りますと2000年の11月に科学技術会議のライフサイエンス部会においてゲノム情報科学における我が国の戦略についてという提案が出されました。こちらちょうど時代的にもヒトゲノムの解読というものは進んでいた時期でしたので、そういったものを含めた世界的なゲノム科学の進展を受けまして、日本としてのその推進戦略を提案するというようなものでした。でそれを受けまして2001年の4月に JST の中にバイオインフォマティクス推進センターというものが設立されております。それから少し年が経ちまして2005年の8月には科学技術学術審議会において我が国におけるライフサイエンス分野のデータベース整備の在り方についてという提言が出されております。いろいろなデータベースが各省庁で作られていますけれども、それぞれ非常にバラバラの状態にあるのではないかということで、それぞれの省庁において統合データベースを整備するという動きが出てきております。でそれを受けて2006年の4月には情報システム研究機構の中でこちらを中核機関として文部科学省の統合データベースプロジェクトというものが開始しております。でさらに2008年の12月には、統合科学技術会議の統合データベーステスクフォース報告書というもので、先ほど申し上げた情報システム研究機構の中にありました DBCLS と、JST の中にある BARD との
一体的な運用の提言というものはなされまして、2011年4月に JST に今私たちがおりますバイオサイエンスデータベースセンターが設置されました。でこの中でライフサイエンスデータベース統合推進事業というものが開始したわけです。つまりここまでの流れでありますようにデータベースを統合しデータの共有を推進する試みというものを我々は推進しております。我々が行っているそのデータを共有することの意義とはどういうことかということを少しお話したいと思います。でもちろん研究をされている皆様が一番よくご存知のこととは思うんですけれども、科学の世界において何か新規な主張を行うためにはそれを裏付けるエビデンスの提示が必要となります。まあ、結局つまり科学の世界では本来データは公開し共有することによって科学的な知というものは進展をするということになっております。でじゃあなぜ共有するのかといいますと、その実験の結果を再現できるのかということ、つまりその結果が真理であるのかを確認するための再現性、またデータの取得方法自体がそもそも間違っていないかということを検証するために必要な、実験の手法等における透明性、また当初の研究とは違った観点からの再解析ですとか教育目的での利用といったデータの再利用で、また近年では次世代シーケンサーですとか、また各種の画像データなど、これまでの技術で取り扱うことは難しかったようなデータというものも次々に産生されておりますから、データを共有することによって新しい解析技術の開発を促進するという意味も含まれております。でまた特に欧米においてよく言われることなんですけれども、研究費の多くは税金によって賄われております。で税金によって行われた研究成果はそもそも市民のものであり、それを手にするために税金をさらに投入することは許されないという考え方がされます。市民は二度税金を払わないというような言い方をするそうですけれども、そういったようなものも含めて国などの公的資金を投じて得られたデータというのはなるべく共有していこうということで事業を行っております。そしてこのような考え方というのは世界的な潮流ともなっております。そういった潮流のキーワードとしてオープンサイエンスということが近年非常によく言われております。2013年の6月には G8 の科学大臣会合の共同声明として、論文のオープンアクセスに加え研究データのオープン化をということが謳われております。でそれまで公的資金で行われた成果を論文化した際には、自由にアクセスするようにしていきましょうということで、オープンアクセスということが非常に議論されていたわけなんですけれども、さらにそこから一歩進んで、論文の裏付けとなる研究データについても共有していこうということを声明として出しております。でこれを受けて具体的にどう実現するかについて各国での議論が活発化しまして、日本においても内閣府の国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会において集中的な議論が行われ、2015年の3月には報告書が出されております。でその中では公的研究資金を用いた研究成果について科学界はもとより産業界および社会一般から広く容易なアクセス利用を可能にし、知の創出に新たな道を開くとともに、効果的に科学技術研究を推進することでイノベーションの創出につなげることを目指した新たなサイエンスということでオープンサイエンスが定義されております。で今ご紹介しましたのは、最近の世界的な潮流と日本における対応ですけれども、そもそも私たち JST におきましては科学技術の振興を進めるというミッションを実現するための3本の柱として研究開発戦略を立てる、それから科学技術イノベーションを起こす、科学技術イノベーションの基礎を作るという基盤を作るという3本の柱を掲げておりました。でこの3番目の柱の中に科学技術情報知識インフラの構築というものも中心的な事業としてそもそも謳っておりましたので、こういったことを含めて先ほど紹介しましたようにデータベースの統合事業ということをJST の中に作ったセンターで行っていこうということになったわけです。でそういった流れを受けましてバイオサイエンスデータベースセンターが2011年に設立されております。で目的は生命科学分野のデータベースを使いやすくすること、でそれを実現するためにデータベースを研究開発するための戦略を立てたり、
データベース自体の充実化を行ったり、そういったデータベースの公開を行うための場所を作ったり、サービスを運営したりというようなことを行っております。またネット上でデータを公開することは海外からのデータ利用にも対応が必要になりますし、海外ではすでにいろいろな機関からデータが公開されておりますので、そういった機関との連携ということも意識しながら事業を行っております。こちらの図もパンフレットにあるものなんですけれども、先ほど申し上げた NBDC 事業の研究技術開発の部分で行っているプログラムであります。で、下の紫の部分で紹介しているのは生命科学のさまざまな分野において、そこでキーとなる先生方にその分野のデータを取りまとめていただくと、で中心となるようなデータベースを構築していただくためのファンディングプログラムとなっております。中には糖鎖であるとかタンパク質の立体構造、タンパク質の発現情報、メタボローム、ヒトゲノムの変異情報などなど、いろんなデータベースの開発をお手伝いしております。またその右上の緑色の部分では、そういったデータベースを統合するための基盤となる情報技術の開発を共同研究として行っているライフサイエンス統合データベースセンターのご紹介をしております。で、私たちのセンターでは、例えば米国の NCBI のようなデータを一箇所に集める中央集中的な統合ではなく、分散しているデータベースを情報技術を用いて統合的に利用する連邦型の統合データベースを目指した取り組みを行っております。で、またここからは具体的に NBDC が提供しているサービスについてご紹介していくんですが、ちょっとその前にですね、 NBDC で提供するサービスというのは従来から指摘されていたこの生命科学分野のデータベースに関する問題点を少しでも解消するためのものとして作られておりますので、ここではその問題点にはどういったものがあったかということをご紹介したいと思います。まずどんなデータベースがどこにあるのかわからないというような問題、自分が欲しいデータというのはすでに誰かが公開しているのではないかと、で自分で実験しなくてもすでにデータは存在するのではないかと、見つけられるものであればそれを利用したいということ、でまたデータベースは公開されているとしても複数のデータベースを横断的に検索することはできないと、異なるインターフェースのデータベースをこう渡り歩きながら検索を行う必要がありました。でまたデータ形式の異なる情報であってもできれば一括で検索したいという要望がありました。でまた一つ一つ検索するのではなく、公開されているデータセットを丸ごとダウンロードして自分の手持ちのデータと組み合わせて使いたいというような要望も寄せられておりました。これについて NBDC では1番目の要望につきましては、日本国内の生命科学分野のデータベースを集めたカタログを作成しております。で、2番目の要望につきましては複数のデータベースを一括で検索するためのサービスというものを開発しております。で、3番目の要望についてはデータの一括ダウンロードをできる仕組みというものを構築しております。で、この後各サービスを詳しく説明し、その中で実際に手を動かして簡単な実習というものもご用意しております。ちょっと地震進む前にもう少しだけデータを利用する際の問題点として寄せられた意見をご紹介します。さまざまな方法で使えそうなデータを見つけたとしても、そこにはここにあるような問題点があるということが指摘されておりました。どのようなデータが入っているかそもそもわからない多種多様なデータであって、しかもデータ項目の説明がバラバラであったりとか不十分であったりとかして、一体どういう条件で捉えたどういうデータであるのかなかなかわからないという問題で、そのデータセットの中に自分が必要とするデータが入っているかということもなかなかわからない。で、使いたいデータを見つけることが非常に困難であると。またデータを見つけたとしてもどのように使っていいかがわからない。利用に際しての条件がそのデータベースによってバラバラであったり、そもそもじゃあどういう条件の下で使用していいデータなのかということがわからないためにデータの再利用がなかなか進まないという問題もありました。使うときに使用料がかかるのか、論文に引用可能なのか、また商用利用までも可能なのかといった条件がわからないということで、なかなか利用することは困難になってしまいます。ということで、1番目の問題点への解決策としましては、データフォーマットの標準化やデータの説明、すなわちメタデータといわれるものの標準化といったことが考えられます。また2番目の問題の解決策としましては、データを集めるための仕組みというものが必要になります。で、こちら
は当然 NBDC だけの取り組みではなくて、公的な研究においては帰宅を義務付けるということが必要になってきますけれども、まあ、こちらについても状況は少しずつではありますが改善しているのではないかというふうに思っております。で、3番目の問題への解決策としましては、利用条件の標準化と明示というものがとても重要になります。で、またデータベースの著作権ということに関しては非常にいろいろと議論はあるところです。日本、アメリカ、欧米、欧州それぞれでいろいろな考え方されておりますけれども、データを出した方の努力というものはきちんと報われるということも当然非常に重要ですので、データ作成者の著作権表示というものをきちんとしようと、そして引用する際には商用なのか非商用なのかの区別、公開条件、引用方法といったようなものは定められているのであれば明示しましょうということを呼びかけ推進しております。で、これらのうち利用条件の標準化と明示についてもう少しお話したいと思います。利用条件については、まあ、特に分かりやすく提示するために NBDC ではクリエイティブコモンズライセンスというものを使用しております。で、この CC ライセンスというものは著作物に対して再利用と共有を促進するための仕組みというふうになっております。著作権というのはそもそもその著作権者に非常に大きな権利を与えるものであるにもかかわらず、これまではその著作権があるかないかという二択しか存在しておりませんでした。この CC ライセンスでは著作者が利用条件を明示することでその条件を守るならば自由に使ってよいということを明示することで再利用と共有を促進するための仕組みであります。つまりオールライツリザーブドな著作権のところから、この条件さえ守っていただければあとは自由に使っていいですよということで、サムライツリザーブドな形で著作物を公開していこうという考え方になります。で、具体的には利用に関する条件を示す4種類のマークを組み合わせて6種類の利用条件を選択することができます。4種類のマークというのはそこにありますように誰の著作物であるかという作品のクレジットを表示すること、それから営利目的での利用を禁止する非営利というマーク、それから元の作品の改変を禁止する改変禁止、それから元の作品を利用して二次著作物を作成した際に元の作品と同じ CC ライセンスで公開することを義務付ける継承といった4つになります。で、この4種類を組み合わせることによって利用条件を6種類作れますので、この6つのライセンスを使用していくというのがクリエイティブコモンズの考え方になります。で、こちらの資料のページの下にも書いてあります通り、この資料自体も CC BY という表示をしていただければあとは自由に再利用していただきいただいて構わないですという条件の表示をしております。NBDC で主に使用しているクリエイティブコモンズのライセンスは3つですね。利用の自由度の高さに従ってそちら3つ図示しております。で、以下の条件を守っていただけば複製、再配布、改変、営利目的での利用をしていただけますということにしております。1つ目は CC 表示継承というもので、作者 URL などのクレジットを表示すること、また二次著作物に関して同じ CC 表示継承で配布することを条件としております。二つ目はこちらの資料が採用しております CC 表示という、まあ、CC BY というふうに英語で言っておりますけれどもものです。クレジットを表示すればあとは自由に利用可能で、三つ目は CC0 ということで、これ実は先ほど説明した6つのライセンスの中に入っていなかったんですけども、まあ、自由に利用条件がないことを宣言するものですね。こちらパブリックドメインというふうにも、しばしば書かれますけれども、再利用する上で一切の制限をつけないという、ライセンス条件となります。で、 NBDC はこれら3つのライセンスを、用いております。で、ここからは先ほど紹介しましたカタログ、一括検索、一括ダウンロードという3つのサービスについて詳しく説明していきたいと思います。
それぞれのサービスについての説明の後には実際に手を動かして簡単な実証を行っていただきます。ただそれぞれとても簡単な作業ですので、もしよろしければどんどん先に進んでいただいて、ご自分の興味に従って自由な検索ですとかそういうものをしていただければなというふうに思います。でまずは各サービスの場所をご案内いたします。データベースのカタログ一括検索一括ダウンロードというのは NBDC のポータルサイトから利用できます。こちらも新しい、できれば新しいタブでこちらの NBDC のポータルサイトを開いていただければと思います。ブラウザの新しいタブなどを開いて NBDC で検索していただければ一番上に出てくるのではないかというふうに思います。でこちらのポータルサイトの左上のブロックがこれから紹介する3サービスなど、一般にも広く使っていただけるであろうサービスをまとめてあるブロックになります。実はこのインターフェース、少し明日にでもですね、少し並び順が変わったりするんですが、ここのこれからご紹介するカタログ、一括検索一括ダウンロードの部分は変化ありませんので、明日以降もぜひよろしければ使っていただければと思います。こちらの他にもポータルサイトではですね、40種類以上の生命科学分野におけるデータベースですとかツール、サービスを掲載しております。それぞれのタイトルだけではですね、非常に分かりにくいかもしれませんけれども、リンクの文字の上にポイントを置いていただけますと簡単な説明文表示されます。でお役立ていただけるものも中にあるかと思いますので、ぜひ後ほどでも見ていただければ非常に幸いに存じます。いずれのサービスにつきましても登録不要、一部を除き登録不要で、どなたにでも使っていただけますし、当然無料で使っていただけるサービスとなっております。その一部というのは、人に関するデータベースにつきましては倫理的な問題から登録が必要なものというものがありますけれども、そちらにつきましては後ほど詳しくご説明したいと思います。まずはデータベースのカタログについてご紹介いたします。正式名称はインテグバイオデータベースカタログということになっておりまして、収録データベース数は1500件以上で、特に国内のデータベースの情報を整理することを目的としていますので、国内データベースは1000件以上収録しております。記述項目は名称や URL、 運用機関名やデータベースの詳しい説明など、データベースを検索ボックスからのキーワード検索ですとか、もしくは分類を用いた絞り込み検索で探すことが可能になっております。またそれらの記述項目はダウンロードすることも可能になっております。場所としては先ほどのページの一番左上のところになります。ここから先はスライドを使って機能を紹介していきます。でもうお話聞きながらスライドに合わせて操作していただいても非常に分かりやすいかと思います。で後ほど改めて実証の時間も取りますけれども、操作に慣れている方などはどんどんとご自分で使ってみていただいてもいいかと思います。で次のサービス紹介する前にですね、こちらのトップページもこの後何度か数回にわたって使用しますので、できれば開いたままにしていただいて、この後の作業は新しいタブウィンドウを開いていただければと思います。こちらのリンクをクリックしていただくとデータベースカタログのページに飛びまして、このようなインターフェースがご覧いただけるかと思います。で今資料の方に使っていますのは1月23日にキャプチャーした画面ですので、現在とはひょっとしたら数が異なるかもしれませんが、この資料を作った時点での収録件数は1597件ですね。トップページは3つの領域から構成されております。左側は検索と絞り込みのための領域となっております。検索ボックスからキーワード検索したり、データベースの分類を選ぶことで絞り込みを行うことができます。でカテゴリーの左のプラスマークを押すことで、さらに詳細な分類というものが現れてきます。で中央部分はデータベース一覧の表示場所です。検索や絞り込みを行うことで該当するデータベースが表示されるんですけれども、最初に開いたデフォルトの状態では全てのデータベースが新着順に並んでおります。でデータベース情報の一部が表示された状態で並んでおります。で右側はメニューですとか新着情報を掲載しているところです。で操作のために、とりあえずどういうものかということで、左側の分類から例えばウイルスというところをクリックしていただきますと、
すべてのデータベースからウイルスに関するデータベースというものが51件に絞り込まれます。でこの選んだウイルスという分類項目が赤字に変わっております。でこの分類項目としましては生物種ですとかカテゴリーなどいくつかの観点が存在しますので、それらを組み合わせていくつも選ぶことで条件を重ねて絞り込んでいくことが可能です。でいろいろ選んだ条件を元に戻すときには一番上に条件をリセットというものがありますので、そこをクリックしていただけると選んでいた条件がすべて消えます。でもしくは表示されている条件の、すみませんちょっと前の条件のところがタブのようにして現れてきますので、その中の×印を押していただくと個別の条件だけを削除するということもできます。で一旦条件をリセットした上で今度はちょっと検索ボックスに主要と入力して検索ボタンを押した時の画面というのはこちらになります。でこうして検索を行いますとデータベース情報のどこかに主要という言葉が入っているデータベースが17件表示されてきます。でこの中からですね P ダイレクトというプロジェクトを例にとって説明していきたいと思います。で今スライドの上に出ていますのが先ほどの検索画面で出てきた結果を拡大したものです。こちらは文部科学省の次世代がん研究シーズ戦略的育成プログラムで行った人資料についての全エクソンシークエンスなどのデータを掲載したサイトになります。でこちらのサムネイルですとかデータベースの名称をクリックしますとオリジナルのサイトに飛んでそのままそちらのデータベースを利用することができます。また説明の末尾の詳細へをクリックしますと NBDC で整えましたカタログ掲載のすべての記載項目というものを見ることができます。でどういったデータベースかということを大まかに把握するためにはオリジナルのサイトをいきなり見ていただくよりもこちらを見ていただいた方が分かりやすく本当に自分に役立つものかということを判断するときの参考にしていただければと思います。でそちらのカタログの掲載内容を開きますとこういったようなページが開きます。説明文につきましてはデータベースの内容を見ながら NBDC の方で新たに書き起こしております。でこのページに記載されている内容を対象として先ほどの検索ボックスからのキーワード検索というものは実施しております。他の使い方としましては今ご紹介したようなカタログの記載内容をまとめてダウンロードすることも可能になっております。データベースの中身に興味がある方にとっては、まあ、あまり関係ないかもしれませんけれどもカタログのデータを組み込んで何か新しいサービスを作ろうという方にとっては有益なものかとも思っております。でこちらはですね先ほど説明しました CC0 で公開しておりますので制限なくどのような使い方をしていただいても構いません。それは今少し駆け足でご説明しましたけれども非常に簡単な内容となりますがカタログの実習を行ってみたいと思います。でまず左側の絞り込み検索機能を使いまして実習1をやっていただきたいと思います。植物のゲノムに関するデータベースはいくつ存在するかということで先ほどのカタログのトップページで一旦全条件をリセットしてからデータベースの分類から植物をクリック、まあ、順番はどちらでも大丈夫ですけども、そして現れた結果の画面からさらに左側の分類からゲノムを選択していただくことでその植物とゲノムの分類項目が赤く変わってその結果としてデータベースが絞り込まれるかと思います。データベースいかがでしょう。どのくらい出てきましたでしょうか。おそらくはですね、うまく操作できていないという方いらっしゃいますでしょうか。おそらく答えは43件のヒットが出てくるのではないかと思います。全然こう操作できていないという方いらっしゃいますでしょうか。大丈夫ですか。はい、じゃあちょっと今伺います。あ、遅い。あ、今これとりあえず多分これ表ではいませんが、全条件リセットしたけど、はい、ずっと回ってます。ぐるぐるしますね。すいません。今ネットワークが遅くてつながらないという状態にいらっしゃる方いますでしょうか。ああ、結構皆さん多いですね。そしたらですね、ひょっとすると、
ネットワークの問題かもしくは、横断検索のサーバーの方の問題かもしれませんので、横断検索すみません、NVDC の方のサーバーの問題かもしれませんので、少し分けながら、実習を行っていきたいと思います。今ぐるぐるなってしまっている方、一旦それ以上ですね、焦ってクリックすると余計こうリクエストが飛んでしまってますます遅くなってしまいますので、一旦ちょっと実習は止めていただいて少し先にお話をしていきたいと思います。これ先に実習の結果を話してしまいますけれども、おそらくこれ話してもネタバレになってしまってつまらなくなるというものもないと思いますので、ちょっと検索をするとこんな風になっていきますということだけご説明したいと思います。今これはですね、植物とゲノム、そうですね、植物とゲノムを選んでいただくと43件まで絞り込めるかと思います。で、実はですね、左側の分類下の方まで見ていきますと、データベース作成機関の地域といった項目もあります。でこの中で国内のデータベースなのか海外のデータベースなのかということも調べることができます。でまたですね、分類にはデータベースを利用する際に非常に大きな問題となる稼働状況に関する項目というものもあります。でせっかく自分の興味のあるデータベースを見つけたとしても、その長期にわたって更新が止まってしまっているということですと、あまり利用できないかもしれないということもありますので、こちらの方でも休止中なのか、それとも運用がもう終了してしまったのか、もしくは何日間データベースの更新が途絶えていますということも私たちの方でチェックしておりますので、長期にわたって更新が止まっているものについてはその旨を表示するようにしております。ですので、日本国内でさらに稼働中のデータベースというようなことをクリックして選択していきますと、最終的にはですね、今回の実習ではそうですね、絞り込んでいって、今ここ画面で出しているのは、植物のゲノムに関するデータベース、日本国内で稼働中のもの23件というようなふうに調べていくことができます。ちょっとこちらの実習については後ほどまたちょっと振り返ってみたいと思います。で、その他に、先ほど申し上げたような記載項目のダウンロードというものも右側からご利用いただくことが可能です。少し先に進んでですね、主なサービスの2つ目としてデータベースの一括検索というものについて説明したいと思います。こちらの一括検索、横断検索というふうにも言っておりますけれども、こちらの検索対象となっていますのは現在605件のデータベースになっております。日本のデータベース中心ですが、メジャーな海外のデータベースも入っておりますし、文献情報や特許情報など多様なデータベースのエントリーを一括で検索することができます。で、遺伝子等の分子データベースにつきましても、エントリーに関する説明文の部分、文字部分を対象に検索を行っております。でもう一つの特徴として、検索キーワードを日英で相互翻訳して一括検索を行っております。でこの翻訳には京都大学の金子先生が作成していらっしゃるライフサイエンス辞書を用いております。ですので日本語で入力しても英語の文献を検索することが可能になっております。でその他、一般の検索エンジンにあるような、絞り込みの機能ですとか類似キーワードの表示といったような機能も、備えております。で私たち、この横断検索を分かりやすいように生命科学の Google 検索のようなものですというふうに言っていますけれども、じゃあ本家の Google じゃダメなのかと、何が違うのかというふうに言いますと、例えばモデル生物のマウスについて知りたいと思って Google でマウスというふうに検索した場合、だいたい上の方に出てきますのは PC の周辺機器としてのマウスの通販情報だったりしてしまうわけです。当然 Google というのは生命科学に特化しているわけではありませんので、学術情報を調べようと思った時にはですね、ノイズが非常に多くなってしまいます。でまた Google や Yahoo といった一般の検索サイトで検索できるのは表層ウェブと言われるウェブの情報の一部しか検索対象になっておりません。
しかしデータベースというのは階層構造になっておりますので、表層よりも深いところに大事な情報が入っていたりします。こういったものを深層ディープウェブというような言い方もします。で、横断検索ではですね、そのある程度の深さ、データベースの中身につきましてはインデックスということで検索の対象となるための情報を抽出しております。で、 Google や Yahoo や Bing 等々の世間で用いられているいくつかの検索サイトありますけれども、例えば Google であっても公開されているウェブの 53% 程度しか検索できていないということも研究で示されております。その他 Yahoo、Bing そういったものと合わせて検索したとしても、実は7割程度しか公開情報、ウェブの公開情報を網羅できていないということが言われております。で、ノイズが多くて意図したものと異なる上に、さらに網羅的でもないということで、生命科学分野の情報を調べるために、私たちはその特化した情報としての横断検索というものを提供しております。データベース横断検索の対象としているのはこちらで示したようなデータベースたちですね。文献が多いですけれども、その他特許情報ですとか、ご協力いただいている学会さんからは学会用紙の提供というものも受けております。で、下の方のゲノムですとかパスウェイといったデータベースは説明の文章を対象としております。例えばゲノムの塩基配列そのものを検索するのではなくて、どういった遺伝子でどういった文献からといったような情報を検索対象としております。で、こちらの数字は少し古いものですので正確ではありません。大体全体の傾向として見ていただければと思います。で、入り口というのは先ほどのポータルサイトトップのこの位置にあります。で、そこから飛んでいただくと横断検索のページに入っていただけるかと思います。で、基本的にはシンプルな検索ボックスがあって、その他には運営に関するお知らせが出ているくらいということになっているかと思います。で、語句の入力につきましてはサジェスト機能がありますので、インフルと途中まで入力しますとインフルエンザまでサジェストして出てくるのではないかと思います。で、検索の種類としてはデータベース検索とヒット件数検索というものがあります。データベース検索では実際にデータベースのレコードに対して検索を行うと、やや時間がかかってしまう可能性があります。大量にヒットすることが予想されるのであれば、初めはですね、その件数でヒット件数で検索して、その検索結果の大枠を把握しておくというのもいいかもしれないと思います。デフォルトの検索モードはデータベース検索になっていますので、普段はそのまましていただければいいかなと思います。で、その他上の部分にはヘルプページなどへのリンクも載っています。今横断検索の方につないでいただいて、もうすでにちょっと検索をかけて見てますという方いらっしゃいますか？皆さんちょっと今警戒してまだやっていらっしゃらないでしょうか？島先生、つながらないですか？そもそも、NBDC のポータルにつながってませんか？横断検索までは、はい、ポータルのところまでは行くが、ここまでは出るけれども、この先、横断検索のページに飛ばない。あ、はい、承知しました。そうですね、ちょっとアクセスが集中しているということかもしれないですね。すいません。そうしましたらまた、後から、振り返り見たいと思いますので、ちょっとこの実習がないとこう話を聞くだけになってしまってちょっと退屈かと思いますけれども、まず横断検索でどのような検索が行われますよということだけちょっと、ご説明しておきたいと思います。で、よくある、Google の検索などと一緒で、検索窓にキーワードを入れて検索していただくんですけども、単純な検索モードと、アドバンストサーチというものが用意されております。で、アドバンストサーチいきますと、日英翻訳のオンオフで、日本語のレコードだけがヒットするようにしたりですとか、生物種や対象、データベースの更新時期、それが検索対象とするデータベースの種類などを選択することができます。で、もし絞り込んだ情報が欲しいのであれば、こちらの機能を活用していただきたいと思います。
で、ちょっと後ほど実際に操作する時間が作れましたら、ちょっとその中で実際に検索を行っていただければと思います。はい、で、もしもヒット件数検索で検索するとどうなるかというと、いきなりこう検索結果が出ずに、件数、どういったデータベース由来でどういうヒットがありましたよという情報だけが出るようになっております。で、こちら、カテゴリーやサブカテゴリーを選んでいくことによって、候補を絞り込んでいくことが可能です。で、ここでカテゴリー名やデータベース名をクリックすると、その先の検索内容が表示されるということになっております。で、また、それぞれの情報に i という情報アイコンが表示されますので、こちらにポインターを置いていただけますと、ヒットしたエントリーを含むデータベースの詳細情報が表示されます。で、こういった情報も参考にしながら検索結果に役立てていただければなというふうに思います。キーワード検索でもヒット件数検索でも、検索結果の表示は Google 等と同じような形で表示されることになっております。まあ、ヒット件数ですとか、検索結果の抜粋であるスニペットというものが、表示されてきます。で、右側には関連遺伝子ですとか外部情報がこういうところですね、外部情報が、表示されることになります。で、外部リンクにつきましては後ほどまたちょっとご説明したいと思います。で、検索結果の表示画面におきまして、上部にナビゲーションバーというものが表示されてきます。で、大量のヒットがあったときに、じゃあそのヒットの中で、どういったデータベースのカテゴリー由来の、ヒットかというものを、こちらから絞り込んでいくことができます。で、例えば、インフルエンザで検索した中で、我々が行っています統合データベースプロジェクト由来のデータベースのものでというような形でこうやって絞り込んでいただきますと、検索結果が表示されてきます。で、データベース名ですとか URL でエントリー名でどこにヒットしたかということで、サムネイル画像といったものが表示されるようになってきます。検索については皆さん非常に慣れているかと思いますので、一応ここに実証を載せているんですが、画面はどうでしょう、まだつながりませんでしょうか。じゃあちょっと、もしこの話が全部終わった後にもう一度実証の時間取れましたら振り返りで やりたいと思いますので、少し今次の説明にまで移っていきたいと思います。例えばインフルエンザで検索していただいた結果として、日本語プラス英語で検索がされていますよということで、それから、外部サービスを使った関連情報へもリンクしていますということで、 GST の中では他に J グローバルという情報、科学技術情報を集積した検索サイトありますので、こちらの方にも自動的にクリックしていただくと検索ワードをそのまま読み込んで検索することができると。で、こちらの方からもいろいろな情報を探していただくことができます。で、例えばですね、まあ、今インフルエンザでしたけれども、例えば P53、がん関連遺伝子ですけども P53 というふうに入れて検索しますと、その右側にはですね P53 に関連する遺伝子がいろいろと表示されてきます。で、その関連遺伝子の中にはですね、さまざまなデータベースへのリンクが貼られていますので、そちらのリンクをクリックすることでその先の情報を見ることができます。例えば、まあNCBI の遺伝子に関する情報であるとか、ゲノムネットワークプラットフォームの情報ですとか、ユニプロットの情報ですとか、ヒューゴの情報ですとか、そういうものへのリンク貼っていますので、ここをハブとしていろいろな情報をたどっていって調べ物に役立てていただければなというふうに思っております。こちら横断検索の
開発担当者、まあ、ぜひモバイル環境でも使ってほしいというふうに言っておりましたので、まあ、スマホに対応したバージョンというものも作成しております。まあ、最近ですと簡単な調べ物であればスマートフォンを使う方も非常に多いかと思いますので、こういったモバイル版の方もよろしければご利用いただければというふうに思います。主なサービスの3つ目としましてはデータの一括ダウンロードというものを紹介いたします。こちら正式名称は生命科学データベースアーカイブというふうに言います。で、収録しているデータベースは125件で、国内で作成されたデータベースを丸ごとダウンロードできるサービスとなっております。例えばですね、いろいろな期限付きのプロジェクト等で作成されたけれども、結局そのプロジェクト終了とともに運用して維持していくための費用が捻出できなくなってしまったようなものですとか、もしくは再利用のためにぜひ皆さんに広く使っていただきたいということでデータのコピーをこちらでお預かりしたものなどがそちらに含まれております。 CSV 形式ですとか、もしくは RDF 形式といったものでデータはダウンロード可能で、さらにデータベースやデータについての説明が分かるように一定の形式での説明文の記述ということをお願いしております。で、データは先ほどご説明した CC ライセンスにて配布しております。で、基本的には CC 表示継承というライセンスを採用しております。で、このデータを使って作られたものも CC 表示継承で公開するという条件以外は自由にお使いいただくことが可能です。で、中に入っているデータはこういったものになります。まあ、ゲノムですとか発現情報、タンパク質などで、一部は文献情報もありと。で、 NBDC で制作したデータベースもアーカイブから公開しているものがございます。で、こちらもですね、先ほどのポータルサイトの左上から入ること可能なんですが、ひょっとしたら今ちょっとつながりにくいようでしたら、後ほど休憩時間、もしくはご自身の持っているモバイル環境からでも接続していただければなというふうに思います。で、これからアーカイブの使い方を説明しますけれども、まあ、少し複雑な部分はありますので、こちら、まあ、そもそも実習と並行してというふうにお願いしておりますので、今回はこんなふうな画面遷移をするのだということをちょっと見ていただければと思います。で、こちらのデータベースアーカイブのトップページからは、まあ、データセット表になっておりまして、それぞれに説明がついてますので、そちらを検索窓から検索するということが可能であると。で、デフォルトでは、まあ、新着順にデータベース並んでおります。で、各項目の矢印をクリックすることで、その列をキーとして高順小順で相当することが可能です。で、ページの右上の検索窓からは、まあ、アーカイブに収められたデータベースのうちの簡易検索機能を持つものについて、実際にキーワードで、まあ、先ほどの横断検索のようにアーカイブ内のデータベースに対して横断的にそのレコードを検索することができます。また、アーカイブ中のデータベースを対象として、先ほど横断検索では配列は検索できませんと言いましたけれども、実はこのアーカイブの方ではブラストによる配列の相当性検索をかけることも可能です。また画像を含むデータベースもありますので、そちらの画像についているキーワードで検索する、画像を検索するということも可能になっております。まあ、それぞれ一括検索、相動性検索、画像検索、こういった画面から実行されることになっております。興味ある方はぜひとも休憩時間等に実施していただければと思います。で、本来であればここでちょっと OpenTG ゲイツの中から幹細胞肥大を示したデータを絞り込んで画像情報を見つけるという実習をしたいと思います。実習のはずなんですが、ちょっとここではすみません、口頭また資料でご説明するだけにさせていただきます。利用するデータベースはですね、こちら OpenTG ゲイツというものです。こちら170の化合物をラットの個体およびラット人の幹細胞に暴露した際の遺伝子発現と毒性のデータベースとなっております。アーカイブトップページの検索窓から、まあ、OpenTG ゲイツと入れようとすると、だいたいオープンぐらいまで入れたところで、この3つぐらいに絞られてくるかと思います。で、出てきましたら、よいしょ、利用
利用許諾を確認のところをまずこう新しいデータベースを見つけたときにはですね、一度まあ利用許諾条件確認していただけるといいかと思います。こちらでは CC 表示継承が条件となっておりますが、その時、こういうことは、して大丈夫ですよ、こういうことはしないでくださいというような条件が明示されております。再び、トップページに戻りまして、再度検索、もしも前の検索が残っていればそのままでいいんですけれども、なるべくこちらではその、情報を残さないように多分こちらしているのかと思いますが、少しお手数かもしれませんが、もう一度入力していただければと思います。で、次はデータベースの中身を、確認してみたいと思います。まあ、その前にデータベースの説明を見てみましょうということで、サムネイルかデータベース名称をクリックしますと、こういった、説明のページに飛びます。で、名称、作成者、問い合わせ先などなどということは揃っていますので、データベースの概略を把握していただくのにお役立ちいただけるかと思います。で、トップページから、再び、オープンで検索していただき、実際にデータをダウンロードする画面に行くためには、ダウンロードというところを、クリックしていただきます。で、そうしますと OpenTG Gates のダウンロードページに、画面遷移していきます。で、実はこれ、一つのデータベースですけども、中には、データセットとしてはたくさんの種類含まれていますので、こういった表形式で中に含まれているデータセットの一覧が出てきます。で、実はここら辺の、見かけインターフェースというのはデータベースによって異なりますので、今一例として OpenTG Gates 説明していますけれども、ぜひ、ご自身で興味があるデータベースを見るときには多少違っても、基本は同じようなものだというふうにお考えいただいて、データを探していただければと思います。でも、ある程度条件絞って必要なデータを探したいということであれば、検索欄のダウンロードというものもありますし、 ZIP 形式でもそのデータセットの中身を丸ごとダウンロードするということも可能になっております。で、ここではその中で一番下の病理情報というところのデータセットを見ていきたいと思います。で、この中で検索欄のダウンロードをクリックしますと、こういった非常に簡易的なインターフェースのデータベースの検索画面が出てきます。で、例えばここで絞り込みを例として、幹細胞肥大を示しているハイパートロフィーをファインディングタイプに入れてサーチするというようなことをしますと、こういったようにハイパートロフィーだけを属性として持つデータが表示されてきます。で、その中から絞り込み結果をダウンロードするということがこちらのボタンからできます。こちらのセレクトボタンを押していただくと、選んだ情報だけをダウンロードするということができます。で、この時ダウンロードの形式はコマンドで仕切られた CSV 形式でダウンロードされてきます。で、ここまで来たけれども全データをダウンロードしたいんだよということであれば、その隣には全データのダウンロードボタンがありまして、その際にはファイル形式として JSON 形式ですとか RDF 形式ですとか、まあいろいろその後ご自身で再利用する際に使いやすいようなデータ形式でダウンロードしていただけるようになっております。例えばその中でパソロジカルイメージというところをクリックしますと、こんな感じで画像情報がついているものについては画像情報が出てくるということになっております。で、まあ、サムネイルをクリックすると拡大できますが、おそらく今ちょっとだいぶネットワークが遅いようなので難しいかと思います。まあ、そもそもちょっとダウンロードする際にはですね、こちらギガサイズの画像になりますので、よろしければ研究室なりご自宅に戻ってからお試しいただければと思います。で、今こちらの OpenTG Gates というデータベースで病理画像までたどっていくということをご説明しましたけれども、先ほど申し上げた通り、この中には非常にいろんなデータベース入っております。ですので非常にインターフェースもいろいろになりますけれども、基本的にこういった簡単なテーブル形式でデータベースを見て選択してダウンロードできるというところは共通になっております。
でアーカイブのお話をしますと、大体どんなデータベースが人気なんですかっていうような質問を受けること多いんですけれども、まあ、そちら私たちも気になっていますので集計をしております。ただし当然我々の方で見ているのは統計情報のみ、何件ぐらいのダウンロードがあったかということだけで、を見るにとどめております。で2016年の12月ではですね、ダウンロード総数が約4000件で、人気のある上位3件はそちらにあるようなものですね。1位はちょうど今ご説明した OpenTG ゲイツです。で2位の BodyPath3D というのは DBCRS で作成しているサービスなんですけれども、まあ、骨や内臓、血管といった人体のパーツの 3D モデリングのデータとなっています。論文等のイラストですとか、もしくは人体に関するデータを可視化する、人体のこの部分で例えばこの遺伝子は発現が高いですよというようなことをヒートマップを使って示すことができます。なのでご興味あればぜひと。で 3D プリンターにも対応するデータ形式でもダウンロード可能ですので、お手元に 3D プリンターあれば、プリントして人体の任意のパーツを任意の組み合わせで、組み立てることもできるということになっております。3位のチップアトラスというのは、これは公共データベースに収められていますチップセックのデータをすべて再解析して望むような形で、例えばこの遺伝子のはどのような転写因子によって制御されていますかというようなことを見ることができる。逆にこの転写因子はギャノムのどういう位置にくっつきますかということを調べることができる。もしくはこのタンパクと同じ位置にくっつく転写因子は何ですかというようなことを、共極材を見ることもできるというようなサービスになっております。でそうですね、その今ご説明したチップアトラス、その解析結果のデータがこちらに載っていると。で実際そういったような、自分で、このタンパクとこのタンパクが、どういったところで一緒に同じ遺伝子の制御配列に結合しているかというのを見ていただくためには、実際にチップアトラスのサイトの方に行って使っていただければと思います。でこちらでちょっとデータの帰宅のお願いというのをしているんですけれども、プロジェクトでデータベース作成したけれども維持しきれないということがあったりとかですね、もしくは自分で作成したデータベースをなるべく多くの方に再利用をしてほしいというようなご要望ありましたら、ぜひ NBDC までご相談ください。でこちらではその利用許諾を示すための標準テンプレートというものを用意しておりますので、先生方にはあまりお手数をかけずにデータを共有できるようになっております。でお預かりしたデータというのは NBDC の方で安定的に管理運営を行うようにいたしております。でここまで NBDC の方で開発運営しておりますカタログ、一括検索、データの一括ダウンロードという3つのサービスをご紹介したんですけれども、次はちょっと人に特化した人に関するデータ関連のサービスをご紹介いたします。でゲノム医学データベースに関する NBDC の取り組みということで、こちら比較的最近スタートしたサービスになります。データの内容にもよりますけれども、取扱いに注意が必要になります、アクセス制限が必要となるような人データについて、収集公開するための、いわば人データに特化した、先ほどのアーカイブ、サービスというふうに思っていただければと思います。で入り口、先ほどご紹介した3つのサービスの下のところに人のアイコンがありまして、そちらに、NBDC 人データベースというものへのリンクが掲載されております。でこちらの人データベースは人に関するあらゆるデータを対象としております。で今帰宅を受けておりますのは全ゲノム情報ですとか発現情報、変異情報といったものですが、今後画像情報といったようなものにも対応していきたいと思っております。で人に関するデータというのは、倫理的な配慮が必要になる場合が多いですので、そういったものを引き受けていくためのサービスとして開発しております。で預けていただくデータは二重に匿名化されたものとなります。おそらく研究の段階で匿名化されていると思いますけれども、 NBDC に預けていただく際に、さらに匿名化していただくと。でデータ利用者がより詳細な情報が必要であれば、そちらはデータの帰宅者と利用者による共同研究の枠組みの中で実施していただくといったような仕組みとなっております。
で、データを提供していただく際にも、それから利用していただく際にも、倫理審査というものが必要になりますが、そちらについては NBDC の方で倫理審査委員会を設けております。でこの審査は共有することについての審査ですので、それぞれのご所属の機関において前もってデータを収集すること、それからデータを提供することについては倫理審査を前もって受けていただくこととなります。でこちらとしてはそういったご所属機関の倫理審査をちゃんと受けているか、それからインフォームドコンセントがちゃんと揃っているかということを確かめさせていただいております。で公開の時期ですとか、その利用する際の制限事項については、提供者のご要望にできるだけ、沿うような形で、行っております。で個人情報保護法との関連ですとか、まあ、社会的な理解や国の指針といったようなものも、まあ、現在議論が、進行しているものですので、この先どういった、展開になるかというのは、まだまだ、見ていかなければいけないですけれども、私たちの方ではこちらの人データベースを運用する際のガイドラインというものを作成しておりますので、そちらについても社会的な情勢に対して柔軟に対応していこうと考えております。現在までに 非制限での公開データというものが14件、申請が必要な制限公開データが37件ということになっております。その非制限公開データというものはもうウェブサイトから自由にご利用いただくために公開されているものです。申請等も特に必要はありません。でこちら内容としては、統計値など個人のデータではないもので、制限公開データにつきましては個人レベルのデータであって、先ほどご説明したような倫理審査というものが必要となってきます。その他には公開待機データというもので、すでにデータをお預かりしているんですけども、まだ論文化の前であるといった理由によって公開に至っていないものもあります。で NBDC でお預かりするのはいずれも公開を前提としたデータですので、匿名化していないデータですとか公開を行わないデータにつきましては各プロジェクトや実施機関の方で管理していただければと思います。仕組みとしましてはこのような、提供者の方から申請を受けまして、人データ審査委員会ということで審査を行います。でそれはご所属の機関での審査ですとかインフォームドコンセントが揃っているということを確かめさせていただきます。で再度匿名化していただくのと、しっかりとそのデータの内容についてメタ情報をつけていただくと同時に、つけていただく形でデータをお預けいただきましたら、私たちの方ではそれぞれのデータセットに ID を付与させていただいております。現在こういったデータをもとに論文を出す際にはですね、きちんとどこかにデータがデポジットされていることというような条件がついていること多いですので、私たちの方で ID を付与して論文化の際にこちらの ID を利用していただくということにしております。で利用者につきましても非制限公開につきましては自由に使っていただくと、制限公開につきましては申請をしていただいてこちらで審査を行った上でデータにアクセスしていただくと、また利用状況をご報告いただくということもしております。その制限公開といったときにはですね、やはりデータの内容によって2段階のセキュリティレベルというものを設定しております。で基本的にはその所属機関の LAN に接続されたデータサーバー上でのみ使用していただくですとか、ご自身のローカルの環境にデータのコピーを取らないといったような条件で、それから研究計画の中であらかじめ申請があるなど定められた方だけがアクセスするということで制限公開を行っております。ただし内容がより機微なもので高いセキュリティレベルが必要になるということであれば、よりハイレベルのセキュリティを設定することも可能となっております。でその際にはですね、データを格納したサーバーはきちんと入出管理が行える専用の部屋に置くなどの対応を取っていただく上で取っていただいた上でそういった共有を行うこととなります。インフォームドコンセントにおける制限事項に応じてそれぞれの対応を行っていくということで、 NBDC で行っている人データに関する取り組みをご紹介いたしました。で
そうですね、お時間もだいぶ過ぎてきましたので、最後に NBDC が提供するその他の人気のサービスをいくつか、紹介したいと思います。すいません、でポータルサイトの右上、これひょっとしたらですね、明日明後日ぐらいからですね、場所が多少変わってしまうかもしれないですが、名前は変わらないので、アクセスしてみていただきたいと思うんですけども、ポータルサイト右上に日本語や動画で分かりやすくということで、新着論文レビュー、領域融合レビュー、統合 TV というものが紹介してあります。こちらアクセス数が最も多いサービス群となります。統合 TV というのはどういうものかといいますと、データベースやツールの使い方、講演を動画で配信しております。1000本以上の解説動画が出てます。吹き出しによる日本語の解説と、で、本日紹介した3サービスの使い方ですとか、この講義自体の講演動画というものもそちらから公開したりもしております。こちらどうでしょう、統合 TV の方にはアクセスできそうでしょうか。トップページから右上行っていただくと、アクセスできている方、できている、ありがとうございます。そしたらそうですね、ちょっと先ほどまでの不具合は、ネットワークというよりもひょっとしたら NBDC のサーバーの問題だったかもしれません。そうですね、こちら、統合 TV なんですけれども、種類別に探していただいたりとか、関連するタグから探していただいたり、キーワードで検索していただいたりということができます。で、何かデータベースやツールを使おうとして、分からないということがありましたら、こちらを探していただくと、役に立つ動画あるかもしれないというふうに思います。で、もしないときにはですね、リクエストを受け付けておりますので、どんどんご要望を送っていただければと思います。なかなか新しいウェブツールを使うとか、新しいデータベースを使うときに、パッとクリックして開いてみるんですけども、なかなかその英語が並んでいるだけでですね、なかなかとっつきづらいというようなときに、こちらご覧いただけると分かることもあるんじゃないかなと思うのと、あともしくは研究室を主催されている方、もしくは研究室でこう人に教える立場にいらっしゃる方の場合はですね、非常に基本的な解説事項なんかもこちら載っていますので、このぐらいはもう自分で調べてやってほしいなということについては、こちら統合 TV 見といてよというようなことでご紹介いただけるとですね、新しく来た学生さんなんかもご自身での学習が進むのではないかなというふうに思っております。もう一つ、ライフサイエンス新着論文レビューですけれども、こちらいわゆるトップジャーナルに日本人著者の論文が載った際に、こちらから連絡を取りまして、ご本人に日本語で解説記事を書いていただいております。これまで1000本以上と、雑誌によってはですね、文章や図について出版社に著作権が帰属するために、著者であっても自由に使えないということはありますけれども、私どもの方では新しく日本語で文章を書いていただくことと、図を書き起こすことによってCC 表示のライセンスによって配布できるようにしてあります。このような見た目ですね、英語名でファーストオーサーズというふうに書いています。で、詳細な解説記事と再配布可能な写真ですとか図ですとかといったものがこのように掲載されております。で、もう一本、領域融合レビューですけれども、こちらはもう少し広く学問分野領域を対象にした日本語レビューとなっております。なかなか今商業誌での日本語のレビュー誌というのも少なくなってしまっていますが、私どもの方では各学会にもご協力いただきまして、執筆者を紹介していただいております。で、現在で60本を掲載しています。で、やはり CC 表示で配布可能ということで、こちらも英語名リーディングオーサーズということでサイトこのようになっております。こちらの場合ですと PDF でのダウンロードも可能となっております。こちらライフサイエンス専門の編集者が編集を行っておりますので、書いていただいた先生にもですね、なるべくこちらからいろいろなご要望を出して、分かりやすく読みやすいというものを文章を目指して編集を行っております。で、少し専門から外れた分野の勉強をするときですとか、何か調べ物をする際にでもご活用いただければと思います。そして PDF 版でも配布しております。で、終わりにということで、いくつかお話を、させていただきます。最初に申し上げました通り、 NBDC というのは、文科省の予算で活動しておりますけれども、データベースの統合事業というのは、農水省、厚労省、経産省との4省の連携によって行っております。
で、それぞれの省庁が生命科学に関する数多くの研究開発プロジェクトを行いまして、それぞれのデータベースを作っております。なので、そういったデータベースがバラバラのままで使いにくい、にくくてはいけないということで、それぞれ省庁の中でもデータベースの統合というのを進めておりますし、今回私どものところでやっているように、その省庁を超えたデータベースの統合というものも進めております。経産省ではメダルス、厚労省では医薬基盤研で、農水省ではアグリッドというようなデータベースがあります。で、こちら文科省が取りまとめ役となりまして、4省で連携してデータベース統合を行っております。で、先ほどご紹介した横断検索というのは、この連携の取り組みの中で実現しているサービスとなります。で、その連携についてのウェブサイトが、こちらインテグバイオということでページがあります。それぞれの省庁がそれぞれのミッションに合わせて特色のある事業を行っておりますので、それぞれの特色を生かしながら、ただその生命科学分野ということについては省庁の違いをあまり意識することなく、皆様にデータを使っていただけるようにということで連携を進めております。で、今後はですね、この4省からさらに他省も巻き込みながら、生命科学分野におけるデータの連携ということを進めていきたいと思っております。で、ただですね、データ共有に関してはここにあるようにまだまだ多くの課題が残っております。で、データ共有についての意識だいぶ高まっておりますけれども、強制力のあるルールではまだありません。で、さらにデータを共有するためにはですね、非常に手間はかかりますので、そういったことをしていただいた研究者の方がきちんと評価される仕組みが必要であるというふうに考えております。データを引用する、データベースを引用するという文化も少しずつ育ちつつありますし、今後はもっと定着していけばなというふうに思っております。また機微情報に関わる議論の行方というものはしっかり見守りたいと思っております。で、バイオインフォマティクスに関わる人材の養成というのも、ぜひ必要なものではあります。で、私たちの方ではですね、海外の、同じようなデータベースセンターに比べますと予算も人員も少ないですけれども、皆さんのお役に立てるように頑張っていきたいというふうに思っております。で、何よりもですね、使っていただくというのが一番の後押しになります。で、先ほどのポータルサイトのトップページにこのように、リンクがあるんですけれども、 NBDC が提供するサービスを利用して成果が得られた際にはですね、ぜひご一報いただけるとありがたいなと思っております。こういったデータベースを使ってこういった論文が出ましたよというようなことを教えていただきますと、我々としてもこの先の活動の支えになりますし、また私どものポータルサイトの方からもこういった論文が出ていますということで発信させていただければなというふうに思っております。で、ご意見ご要望リクエスト等も受けておりますので、ぜひご利用いただければというふうに思っております。で、本来中で行うはずだった実証をかなり口頭で説明するだけにとどめましたので、時間早く進んでおります。何かもしも今ここまでのお話の中でご質問等ありましたらお答えしたいと思います。何かございますでしょうか。今この状態で横断検索ですとかカタログですとかアーカイブとかそれぞれバラバラにもしもアクセスするとつながるんでしょうかね。もしもうまくこうつながっているようでしたら、先ほど実習の中ではできませんでしたけれども、何か横断検索ですとかそういったものを今ちょっと自由に使っていただく時間にできればと思います。おそらくいっぺんに皆さんが同じところにアクセスしようとすると固まってしまうかと思いますので、あえてこの列の方は何を使ってくださいみたいな形では言いませんけれども、適度にちょっとばらけながらご興味のある感じでやっていただけるといいなと思います。例えば今私ちょっと横断検索に、アクセスしまして、例えばこんな形で実習の中でもご説明しましたけれども、P53 というような形で検索をかけることができます。で、
さすがに、こういうメジャーな言葉で検索かけますと7万5000件とかですね、非常に長い多くのヒットは出てきますので、その中からさらにデータベースの種類というものを絞り込んでいただくことができます。すべてのデータベースのところを押していただくと、まあ、例えば欲しいのは文献の情報なのか、もしくは特許に関することなのか、ゲノム関連なのか、発現なのか、タンパク質なのか、パスウェイなのかということで、まあ、P53 ですので、ちょっとこうパスウェイのデータベースというようなことで選んでいただくと、進んでいきますね。まあ、P53 が関与するようなこんなパスウェイに関する、情報というものが得られてきます。でその時、個々のデータベースのエントリーというものもこちらで見ていただくことできますし、もしくは関連遺伝子というものが右側に示唆されておりますので、P53 によって制御を受けているような P53 レスポンシブな寺院であるとか、もしくは P53 とコンピートするような遺伝子であるとかといったようなものが右側に示唆されますので、そちらからいろいろな情報を見ていただくこともできます。そして、まあ、P53 の場合翻訳も何もありませんけれども、もしも語句を入れて検索していただきますと、こちらに翻訳結果ということで出ますので、今自分が検索したものがどういったふうに翻訳されて検査がかけられているかということも確認することができます。まあ、もしくはここにですね、関連語句で検索というのもありますので、まあ、今 P53 関連語句としては出ていませんが、こちらに出ているときにはそれぞれの語句で改めて検索をかけ直すようなこともできるようになっております。で、シソーラスがこちらに出てきますので、こちらのシソーラスを使ってクリックしていただければ、こちらの言葉で改めて検索するというようなこともできるようになっております。外部リンクの方ではですね、パブメドでじゃあ引っ張ってみますとか、 NCBI で検索してみますとか、もしくはまあ DNA のデータバンクで検索を分ける、もしくは欧州の特許、米国の特許と、いうようなこともありますので、こちらぜひいろいろな調べ物の際には、そういった情報を調べるハブとしてご活用いただければと思います。他もよいしょ、これは違う、多分カタログの方もつなげますかね。はい、ですので、あ、そうですね、お時間もだいぶ、近づいてきましたので、まあ、今ここでご自由に使ってみてくださいというよりも、もうこのまま休憩時間にして、でその休憩時間の間に休んでいただくなり、もしくはご興味があればいろいろとデータベースいじっていただければなというふうに思いますので、私の説明はここまでにしたいと思います。どうもありがとうございました。